はい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 、また出たまた出た、すぐそれだ、すぐ親父の話題出す。もういい加減忘れろよ、あれから何年経ってると思ってんだよ。俺に何回言われてんの、もう忘れろって。だから親父は俺たちのこと見捨てたんだよ。もういいだろ、もう気持ち切り替えてくれよ、いい加減。もうこんな家いらんねえわ。どこだっていいだろ。ふざけんなよマジで。あ、いないですね。なんだあいつ、 YouTuber？ だ、親父も俺たちのこと見捨てたんだよ。ちょっと言い過ぎたかな。最近寒くなった。どうだ、電気やってるか。おやじ、お前親父だろ。お前何してんだよ。待ってよ、座れよ。お前何してんだよ。おい、また飛ぼうとすんのかよ。お前マジふざけんな。今までどこ行ってたんだよ。母ちゃんがどんな気持ち待ってたかお前分かってんのかよ。じゃあ僕はこの辺で。おい、お前ふざけんなよ。おい、こっち見ろよ。どんな思いでずっといたかお前分かってねえだろ。こっち向けよ。もう戻ってこいなんか言わねえよ。母ちゃんの顔見てちゃんと一言謝れ。じゃなきゃ絶対に許さねえかんな。できんだなお前。土下座しろよ母ちゃんの前で。行くぞ。チャンネル登録よろしく。